今から、はあ、神谷さんが何の素質があるかどうかを見極めるため、子供の無垢な質問にどう答えていくのか検証していきたいと思います。子供になるか。はい、わかったわかった。ったうー。ねえねえ、広すぎお兄ちゃん。 お兄ちゃん、お兄ちゃん。な、んだい大介くお兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんはさ、お兄ちゃんなんでそんなになんか、ちょっと、ちょっとなんか、乗り気じゃないのああ、な、何かな、大介くお兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。えっと、えっと、どうやって、どうやったら、どうやったら赤ちゃんは生まれてくるのおー。赤ちゃんはどうすればいいのそうだね。どう、生まれてくるんだ、どうすればいいの教えてよ。そはね、大輔お前のが知ってんじゃないのか お兄さんお前から借りた、お前から借りた例の DVD まだ返してない。頭が痛いよあれは、頭が痛いよどのタイミングで返したらいい？兄ちゃんねえ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 。お兄ちゃん。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。詳しく見てないから、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃんはさ、お兄ちゃんはさ、話を変えてみていいかなお兄ちゃんはさ、僕聞きたいんだけどさ、お兄ちゃんは、 い人気声優なのになんでモテないのなん、ね、でモテてないの絶対モテるでしょ人気声優じゃないの人気声優でしょああ、人気声優かどうかわからないけれども、モテないことは確かにモテないんだよね。なん、ね、でモテないのなんか問題あんのかな、俺。問題があるの、うん、だどこがダメなの大世界見てなんか問題ありそうなところある逆に。逆。 頭がちょっと大好き。それも答えらんないの頭が痛いよ。さっからちょっと何なんだよ。頭が痛いよ。間が、いいよ。頭、頭が痛、痛い。お兄ちゃんは。お、ななお兄ちゃん、お兄ちゃんはさ、じゃちょっと質問の趣向を変えるよ。高校を変えるよ。休みの日はどうなの休みの日は、うん。 うん、子供なのに、そんな言葉よく知ってるな。大好きは頭いいんだな。電子辞書で調べた。電子辞書調べたから。電子辞書を持っている。僕は iPhone を持ってる。iPhone 持ってんのか。それであれだよな。結構エッチな動画とか見てるよな頭があれ大丈夫か休みの日はどんな過ごし方をしているのかな休みの日は何もしてないよ。特に夜。夜夜見ない。だいたいね。見ない。一日休みだったらるんでしょ うん、そうすると、まあなんかね、10時ぐらいに起きるわけだよ。10時に起きるんだ。10時に起きるんだよね、大体ね。10時か10時、うん、もうお昼近いね。そうだよ。で、お昼のニュースとか見るわけだよ。お昼のニュースを見るんだ。うん、で、なんかね、そこからね、何にもしてないでぼんやり過ごして、大体、いつの間にか12時になっちゃうんだよね。うん、<laughs> 12時ってもしかして夜<笑><笑>ああ、そうだね、24時って言った方がわかりやすいかな、大体。境界用語だね。うん。そうすると、大体そこから、あ、やべえ、台本チェックしようかな、っていうふうになるんだよね。台本をそこからチェックする ううなんだよね昼のうちに台本チェックしておけばさもう24時には寝ればいいいわけじゃないでも24時からだいたいなんかね、台本チェックとかね、ビデオチェックとかね、やらなきゃいけないことやり始めるんだよ。24時までぼーっとしているのは本当に何もしないのかいあれ不思議だよね。うん、なんかそこですればいいのにね、何にもする気にならないんだよね、休みの日って。人気声優ですよね。そういうことになってるかな、じゃあ。 お兄ちゃん、お兄ちゃん。な、だ,だ、なだ。お兄ちゃんは、うん、じゃあ、じゃあ、お兄ちゃんに聞きたいことはもうない。<laughs> <laughs> じゃ帰れ <laughs> またねバイバイおんなうふーうふー